こんな風に早見翔さんに言われたらドキドキするじゃないですか。あ、そっちか。なので1番これいきましょうか。あなたの日常に杉田君がやってくるならどの関係性がいい。1番爽やかで優しい部活の先輩。大丈夫、お前が一生懸命練習してたのは俺がよく知ってるから。ゴールで待ってるから1番で走っておいで。行きます。お前が行ってどうすんだよ先輩。先輩が走ってどうすんだ先輩が。そうか、おい、どんな先輩でもいじんねやな。2番飴とムチを使われてる家庭教師。今度のテストで90点以上取れたらご褒美に花火大会に連れて行ってあげますよ。ただしそれ以下だった場合は分かってますね。じゃあアクシズと一緒に燃え、お前が花火になってもらうってことか。やだよそんなの、やだ、やめろ、ジレガンじゃ持たない。ダメだよ。それの宣伝できたんでしたっけ。さあ、まあ、甘えん坊な幼馴染。いやだ、置いてかないで。中部準備するから一緒に学校行こうよ。待てこれは、これはやたらあの忍についていこうとする音速までです、ね、俺は今でもブルーレイボックスが出るの待ってるんだよ。待ってるんだよ。4番。ある日未来からやってきた羊ロボット。俺家事やる、お前喜ぶ、俺嬉しい、なんてこと言うと思ったかい。うふふふふ。おい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 、穏やかじゃねえな。お前が穏やかにさせてる。伸びようだよ伸びよう。さあ1番2番3番4番どうぞ。ちょっと皆さん質問分かってました。私も分かんないです。あなたの日常に杉田君がやってくるなら言うてんのに、あの杉田君じゃない割とな先輩がいっぱい出てきたし、もう4番目とかもういじれへんし。マリアも頑張るぞみたいな。今のひょっとしてモノマネですか。そうそう、だから俺じゃ表現できないんですよ。杉田君なんかやっておけばよかったことある？英語です。英語ね。ああ、わかるな。いや、でも今からでもやればいいんじゃない？まあ、でもやってるの？もうほとんど忘れちゃったんで、勉強し直すんだったら本当英会話みたいなものかなって。まあ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 ね、ふとした瞬間に要求されるんですよやっぱり。ディスカウントプリーズってね。ショッピング英語なんでネギのこと考えるの？それ台湾で話しかけた。あ、円使いますが。すいませんって言って。ごめんなさい、苦労台無し。あ、もう二度と使いたくねえと思って。でもね、杉田君もこの前ね、アフレコ帰りにね、はい、うん、道聞かれてたもんね、外国の方にね。まあ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 、軽く説明してたもんね、金髪のお姉さんに。まあ、そうですね、本当に金髪のお姉さんだったね。そうですね、あ、で遅刻しちゃった。いやいや、そんなことない。それは堀内健だ。実名健佑さん。健佑さんのホラーじゃないですか、いつも通りの。いや、健佑は嘘、まあ嘘っちゃ嘘なんだけどね。あの一番びっくりしたのは蜘蛛の巣に引っかかっちゃって遅刻しちゃった。朝ね、遅刻した。あれと、お家を出たら巨大なペットボトルがあって、それに怯えて来れなかったって話。猫だったっていう。猫よけのペットボトルに引っかかる健佑さんってなんだろう、ね。巨大なペットボトルって言って意味がわからない。大好きなんだよな、あの話。電車が渋滞してっても意味わかんない。切れたしね、うん、島本さん来てたよ、ね、さん島本すみさん来てたよ、ってあらってなってね、すごいなこれ、びっくりしますよ本当。よかったな、あのラインナップはすごかった、あとね iPhone も可愛かったしね。あ、はい、ピラコ。はい、もう頭に花畑な感じが。ね、あの声のまんまなんかこう黒いことを言うから逆に、ね、逆に不気味になるんですよ。そうで、クジラさんはかっこいいし、なんだかんだでね、四天王編は盛り上がりましたよ。ああ、盛り上がりますわ。あのエンディングの入り方といい、何から何まで十郎町とガンガン切るところは本当に頭の中酸素なくなるんじゃないかってずっと戦ってましたよ。そう、そしてそれをオンエアで見ながら大丈夫かこれっていうくらい、ね、おお夕方の番組だよな、おーい、すげえな、おい尖っていこうぜっていいね、みんなはそれぐらいやってくんないよね。そうなんですよ。そう子供の頃ね、だからそういうことをなんかこう親に隠れながらこうね、見てるうちにそのアニメが最終的に評価されていくっていうのがあるじゃないですか。そうね、守ってもしょうがないです。某カスカベの先輩だってそうだったじゃないですか。お、カスカベの相変わらずね、見せたくない番組2位ですけど。そうです。はいはい、はい、見せたい番組でもランクインしているっていうね。そのあたりがね。あ、時代来たよっていうね。来た。ん？伊達に尻出してないっす。そうです。先輩は。そうです。我々も尻出していきましょう。行きましょうか。本当に。うん。
続きまして。尻だけじゃなくて前も出してやる。出してるけどな、もう。出してんだけどね。近藤さんとかがね。近藤さんとかね。じゃあ続いて、じゃあ田中、はい、お前の理想のシチュエーションは神様、ああ、お稲荷様っぽいサムシングか。俺ガチで稲荷神社にそういう展開を願いに行って、たたりやられましたから、ね、風邪ひきました、ね、次の日バッチリ風邪ひきました、ね、メスのお稲荷ばっかりお願いしてたら、あ、ちょっとね、なんかちょっと考え直せと、そういうことです、うん、まあ思い直せやって、それはそれで本物の塊じゃないですか。すいません、よろしくお願いします。SP 田中の理想、神様と僕。部屋を掃除したらちょっと寒い、それに寂しい、なんだか知らない天井みたいだ。これこれ、いつまでゴロゴロしておるか、起きろ。うえ、誰？権利的なサムシングで姿は見せられないが、ここに住み着いていた神様じゃ。ようやく部屋が綺麗になって嬉しいぞ。また汚くなりますよ。ダメじゃ、洗濯物はちゃんと畳む、流しに洗い物をためない、ペットボトルはラベルを剥がす。母ちゃんみたいなこと言うなよ。いいんじゃよ。え、今日くらい母と思って存分に甘えるがいい。だが部屋を綺麗にしないと、その反り上がった頭をペシペシするぞよ。はい、汚くします。うわ、最高。破壊力抜群。お前の声優力も無駄に上がってる。お前1年で随分上手くなったな。ついでたの。イカナさんすいません。ワンチャンスありました。イカナさん本当にありがとうございました。これで生まれ変わってくれた前、はい、本当にありがとうございました。どういたしまして。はい、何？青いサボりの新番組で、ゆうきさんが、この番組には萌え要素が足りない。と言い、この番組には萌え要素が足りない。なんで言い直したんですか？今なんで言い直したんですか？二人が必死になって萌えトークしていました。その中で、早見さんがゆうきさんのお誕生日ケーキを美味しくなる魔法をかけて、その魔法がかかったゆうきさんが、みさおの味がするね。と言い、僕はとてもテンションが上がってしまいました。おらく、早見さんの味ってどんな味？どんな味？うん。どんな味でしょうね。さあ。そんな中、ケドインは、杉田さん、こちらをって言って、ね、URL が送られてきて、行ったら、なんか、ゆうきさんがアイスペロペロ食ってるやつだ。うん。ちょっと待って、なんか、この番組のロケかなんかであったんじゃない？早見さんもアイス食ってたよ。なぜアイス食ってる動画を送りつけてるんですか？画像がなんか送られてきて、ケドインさん、これはっていうね。きっと杉田さんが喜ぶと思ってって言われて。まあ、喜んだんでしょうね。いいえ。え？葵の方はいい。沙織の方の画像はねえのか。ちょっと。判定はいかが？どうすればサッチャーみたいな M になれるかっていう質問です。どうすればっていう話は。私修行しましょう。修行？修行しましょう。どのような。そうですね。どうしましょう。やっぱりここは。やっぱり、素敵な、あの方に来てもらわないとダメかな。ちょっと、これは完全に振られたぞ。来てもらっていいかな。杉田の S は佐渡の S。ウェーイ。素晴らしい DOS。
いや、ド S としてじゃあ回答してやるよ。お、この質問に対して答えないことが S。 てめえはそこでずっと悩み続けてりゃいいんだよ。クロロス、あんたさすがだよ。うるせえわよ。こういう感じです。こういう相手の方を見つけてください。これで解決なんだ。もう解決、こういうことです。わかりました、ありがとうございます。皆さんの方を見つけになってください。俺だって鬼プロダクション所属の綺麗な声の人になんかこうすごい蔑まれたいですよ。